学生が町の PR ビデオを制作です。作成です。滋賀県立大学の学生が制作した日野町のプロモーションビデオの発表会が行われました。滋賀県立大学では、日野町と地域振興を支援しようと設立された地域活性化センターと連携して、地域デザインの授業を行っています。その一環として今回、日野町の職員や地元の人の協力を得ながら日野町のプロモーションビデオを制作。学生たちが今日完成したプロモーションビデオを発表しました。30秒で聞いてみた。町長です。5年目です。町の責任者です。プロモーションビデオの制作にあたり与えられたテーマは日野町役場の人材確保、子育て支援施設の紹介、電話予約制、乗り合いタクシーの紹介の3つです。スマホの画面と指の動きを連動させて、これさえ見れば真似できるんじゃないかっていう動画に仕上げるのが大変だったです。学生らの制作した映像は日野町で実際に使用され、ホームページにも掲載する予定だということです。日野町も含めて各自治体魅力とかたくさんあるんですけれども、それをこ うまく伝えられていないっていう現状があると思っていまして、いかにこう伝えるか、その魅力を伝えるか、若い方々に手伝ってもらったりとか、多くの方々巻き込んでですね、日野町のこう魅力を伝えるということを頑張っていきたいなと改めて思いました。栗東市在住でパリパラリンピックの車いすバスケ女子に出場した北田千尋選手が栗東市の竹村市長を表敬訪問しました。栗東市役所を訪れた北田千尋選手は市内在住の35歳。13年前から車いすバスケを始め、今年のパリパラリンピックでは日本代表のキャプテンを務め、7位で大会を終えました。北田選手は強豪国相手にチーム一丸となって追い上げ、開いた点差を縮めたことなどを振り返り、4年後の大会ではメダルを獲得できるかもしれないと思えたことは大きな収穫だったと話しました。竹村市長からは、4年後また応援できるように北田選手の夢に寄り添い頑張っていきたいなどと言葉を送りました。私たちがいい成績を取って車いすバスケというものを知っていただくことが車いすバスケの未来につながるかなと思っていますので、そういうような責任も感じながら自分たちの車いすバスケをもっと高めてメダル取れるように頑張っていきたいなと思います。米原市水上地域で昨日、県の選択無形民族文化財にも指定されている八幡神社の太鼓踊りが奉納されました。県内最高峰伊吹山のふもとにある米原市水上の太鼓踊りが昨日、ようやく秋の気配漂う日和のもと奉納されました。江戸時代中期の1671年、干ばつに際して農民たちが行った雨乞いが起源というこの祭りは、今ではやっこぶりや子どもたちの笛の演奏などにぎやかな出し物が加わり、秋の恵みに感謝する返礼祭として5年に一度行われています。祭りの見どころは八幡神社境内での太鼓踊りです。返礼踊りと書かれた大うちわのもと、小学生から高齢者までの踊り手たちが太鼓や鐘を叩きながら踊ります。夏休み以降ほぼ毎日練習を重ねた子どもたちにとってはこの日が晴れの舞台です。今年の祭りには地域住民や地元企業の関係者など総勢183人が参加。境内周辺は地域が一体となって継承する祭りを見ようと大勢の見物人でにぎわいを見せました。